どんなな部屋にでも馴染みそう全水徐々に空気が綺麗になってくるという感じですね。 こんにちは、バラグです。いやー、最近めっちゃあったかいですね。こんだけあったかいと結構ね、作業もはかどる感じがして、窓開けながら作業したいんですけど、今年はね、とにかく花粉が気になります。今までね、本当に全く花粉症とかなかったんですけど、今年はね、特にひどいみたいで、僕でもね、目が痒くなってきたり、ちょっとね、鼻水が出るようになってきて、これが花粉症かっていうのをね、感じてるところなんですね。というわけで、今回はね、結構タイムリーな話題なんですけど、ちゃんと。エイサーのエイサーピュアプロっていう、 まあ、空気清浄機をね紹介していきたいと思います。 この空気清浄機見た目は結構シンプルでコンパクトなんですけどなんとね30畳までの広さをカバーしてくれるんですよかつ花粉とか埃はもちろんウイルスまでの微細なねゴミまでキャッチしてくれるやつなんですけどなんとこのパワフルさながら3万円台で購入できる高コスパモデルなんですね、まあ、今回はねこの空気清浄機について実際に使ってみた感想とあとぶっちゃけどういうところがいいのどういうところが残念なのみたいなところについて紹介していこうと思います空気清浄機がね気になる人はぜひチェックして それでは行ってみましょう。 はい。というわけで、早速開封していきたいと思います。今回はね、Acer Pure Pro っていう空気清浄機を紹介していきます。まあ、皆さんね、このロゴ見たことある人も多いんじゃないかなと思うんですが、なんとね、台湾の PC メーカーの Acer が出してる空気清浄機なんですよ。どういう感じで、まあ、このね、空気清浄機を取り扱う流れになったんだろうっていうのは気になるんですが、結構ね、いろいろなサイトとか見ていても評価もすごい高くて、まあ、高コスパモデルみたいな感じで紹介されていたので、個人的にはね、そういうまあ価格の 面と実際ね筐体のデザインとかその辺が気になっていますというわけで早速開封していきましょうなんか思ったよりコンパクトで軽い気がするなんか30畳までカバーするっていうふうに書いてあったんですごいね重たくて業務用感ある系のものかなと思ったんですけど想像してたよりもだいぶコンパクトよいしょ結構ね梱包材が紙系で嬉しいですね 説明書と保証書が入っててこれは嬉しいです。リモコンと電源のケーブルも白ですね。いやコンセントからね。黒くただれるケーブルちょっと嫌なのでこれは嬉しい。よいしょ。横にしながらの開封がちょいむずですね。どんどんおお、よいいでしょ。おお結構いい。結構いい白ですね。これは。 どこまで動画で伝わるかっていう問題はあるんですがつや消しのねザラザラとした感じの白い筐体で結構ね部屋に置きやすい感じですつやつやしてるとね結構反射とか傷目立つんですけどこの感じすごい好きですそして30畳もカバーするのにこのねデスクの上にのっけられるぐらいのサイズ感これは結構コンパクトな気がする。 ここにエイサーピュアのロゴはあるんですけどそれ以外は、ね、めちゃくちゃシンプルですごい部屋に馴染みそうな感じがありますねそして付属品もめっちゃシンプルでこの電源ケーブルと白いホワイトにグレーでまあ印字がされているシンプルなリモコンだけっていう感じですシンプルでいい どんなな部屋にでも馴染みそうな感じがします結構空気清浄機って割とメカニック感というか家電みたいなイメージが強いもの割と多いんですけどこれはねほんとにまあ空気清浄機の中でもいわゆるシンプル系というかもう本当に機能に特化した系のアイテムっていう感じですね。 まデザインはほんとシンプルで360度見てもほぼね同じ感じの、まあ、円形のデザインですね円筒形のデザインで背面側にこのねフィルターを取り出すためのノブだったりとかでこの辺はねセンサー周りですねホルムアルデヒトとかあとタバコの煙とかを検測するガスセンサーだったりとかあとまあ PM2.5 とかそういうねホコリ系の、まあ、ゴミをね感知する空気質センサーみたいなのがここに搭載されていますでここが、ね、ガジェットメーカーカ的というか、まあ ーー的というかって感じなんですけど、ここにねモニターが搭載されていてさっきのねまあセンサーから検知するとここにディスプレイで濃度とかまあそういうのが表示されるみたいです。この辺はね後で紹介します。これなんだろうなこれなんか電源みたいなマークがあるんですけどリモコンかなリモコンとかがなんか鳴るとかかなお こんな感じでリモコンがちゃんと磁石でくっつきますね。うわ、これはなくしやすいところにありがたい。しかも背面だから全然ね、目立たない場所にこう置けるっていうのは結構嬉しいかも。 で、ちょっとね、背面のノブ部分を開けると、こんな感じでフィルターが備わってます。フィルターはね、これ、あの、ビニール袋に入った状態なんで、これね、絶対あの、買ってからすぐに開封してください。これをね、した状態で空気清浄機ずっとね、あの、何年も稼働させてるみたいな人、意外とツイッターとか見てると多いので、まずね、このフィルター部分をちゃんと袋から取り出してから使うっていうのをね、ちゃんとやった方がいいです。 はい、という余談は置いといて、これがフィルターですね。フィルター結構ね、重量感があって、しかもでかくて、分厚くてかなり重厚感があります。エイサーピュアに関しては4層構造のね、ヘパフィルターを搭載していて、花粉とか、まあ、ホルムアルデヒド、ニコチンみたいなのはもちろんなんですけど、ウイルスとかめちゃくちゃ細かい有害物質までちゃんとね、これでキャッチしてくれます。 あとモーターも冒頭で紹介した通りね約30畳の空気まで吸引できるま強強の感じですま空気清浄機って基本的にはいかにね細かい粒子までしっかりキャッチしてくれるかっていうのとあとまあいかにね遠くの空気までパワフルにま吸引してま空気をきれいにしてくれるかっていうこのまフィルターとモーターのパワーみたいなところが全てだったりするんですけど空気清浄機としては本当にシンプルな機能性だけを搭載してる感じなんですけど これゆえに、まあ、このね、つよつよのフィルターと、つよつよのモニターを搭載し、なおかつ、まあ、3万円台で購入できるっていう、定格性を実現しているみたいですね。はい プロの場合このアプリケーションスマートフォン上からこの、ね、空気質の情報とかをまあリアルにねこうログを取って見ることができますねでかつ遠隔からこういうリモコン操作もできるようになります例えばまあ1階にいて2階のリビングのね、まあ、空気清浄機オンにしたいみたいな時とかはこれを使っていけますね ただまあ実際に連携するまでに結構ねアプリと設定を行き来したりとか、まあ、このね Wi-Fi に接続するための、ね、設定がちょっと煩雑でなんかね30分ぐらい時間がかかってやっとねあの位置情報をオンにすると繋がるっていうことが分かりました位置情報ねここにも載ってるんですけどなんとなくこうアプリで位置情報をオンにするの嫌なんでいつもしない派なんですけどこれをねオンにしないとちょっと設定ができないのでそこだけね実際に繋ぐとこは注意ですねはいという感じでいろいろね 機能性について喋ってみたんですけど実際にね設置して使ってみないことにはわからないというところでこれからね実際に使っていきたいと思います。 はい、まだ、ね、置き場所は悩んでるんですけど一旦ね撮影のためにリビングに置いてみました実際に置いてみると真っ白い筐体なので結構ねトバログの部屋というか、まあ、リビングのねこの白とウッド系の雰囲気にも合ってくれるかなと思いますちょっとね電源入れてみたいと思います、まあ、こんな感じでねエイサーなんでこのモニターついてるの嬉しいですねガジェット好き的には結構ねこのモニターがあることでなんかね視覚的にいろいろ情報がわかるんで、まあ、ちゃんと稼働してくれてる 空があって分かりやすくて嬉しいです。で、このリモコンのインフォメーションボタンを押すと、今ね pm2.5 についてなんですけど、まあ、pm1.0 の状態はみたいなので、できたりあとね。もう1回ボタンを押すと、真っ暗に画面表示オフにすることもできます。これでね。まあ、暗い夜の部屋とかまあ、寝室とかでも使いやすいですね。タイマーもね。1時間からまあ12時間まで選べて。 ナイトモードにするとよりね静かなモードになりますねパワーはこのスギ花粉みたいなモードのボタンで選べますこんな感じ今スマートだったんですけど123段階ぐらいパワーは3段階ぐらいですかねでターボにすると結構な音が出ますで今ねスマートモードでかなりね音が静かな状態ですどんなぐらいかな ほぼね無音っていう感じですかね。 まあ今ね部屋が綺麗な状態なのでほとんど無音に近いというか耳をそませないと聞こえない感じなんですがまあターボモードにすると結構な音量が出る気がします空気レベル今11なんですけど窓開けるとちょっと変わるのかな微妙に上がってる1分ぐらい開けると24になりましたやっぱ意外とゴミ含んでんだな 今ね平常運転なんですけど例えばねこのセンサー部分にアルコールのスプレーを吹きかけるとおおすごいこんなにこんなに数値が上がってる999なんてカンストにしました今300になってかなりねパワーが強くなりましたねでおお徐々に空気が綺麗になってってるちょっとねお香の煙を使って吸い込むか おすすごいちゃんと吸ってますねここで吸った煙をグイ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 っとこの上のね部分から排出してるんですけど排出してる空気に煙の感じは見えないですパワー1とかだとあんまり吸ってる感じないんですけど2にすると2ぐらいから結構全部煙吸りってる感じがあるな3おおパワーが。 目視で見れて面白い。ターボ。おお、早い早い！全然吸い込み。ここで全水込みしてこっちからはね。煙が全く出てない感じです。すごい！ある程度消臭もされてる気もする。 まあ今のテストはねちょっと極端な例だとは思うんですけど例えばね外から有害な煙とかなんかそういうのを感知した時に、まあ、ちゃんとねこのセンサーが機能してくれてで素早くね空気を吸い込んで清浄してくれるこの安心感はかなりありがたいですね。で実際にね今稼働させて思ったんですけどこれパワーが強いモードだと本当にね強めのサーキュレーターぐらいの風がこう吸い込まれて排出されるんですね。でかなりね空気の循環が生まれてこれが30畳のパワーかっていう ちなみにねこのモデルの他にここにねサーキュレーターがドンと乗っかったモデルもあったりしてよりねパワフルに遠くまでね空気を排出することができるのでそういうのもねチェックしてみてください。はい、というわけで実際にいろいろ試してみたんですけどもう少しねちょっと長く使ってから、まあ、実際にどんな感じだったのかっていうのを紹介していきたいと思います。 はい。というわけで、エイサーピュアプロをまあ10日間ぐらいね、使ってみた感想を紹介したいと思います。まず、いいところ1つ目としては、シンプルな見た目なんだけど、機能的でパワフルっていうところですね。見た目のね、シンプルさは冒頭でも紹介した通りなんですけど、結構ね、見た感じ真っ白でコンパクトな感じなので、なんかゴミ箱とか、ちょっとしたね、家具とか小物みたいな扱いで置けるのがいいですね。なんかメカメカしい感じもそんなになくて、モニターもね、すごい光るとか、悪目立ちするみたいな、そういうこ もないと結構嬉しかったですで機能的なところでいうと結構ねセンサーがちゃんとしっかり感知してくれる感じがあって窓を開けるとちゃんとねバーって強くなったりとかあと僕の家キッチンとリビングすごい隣同士なんですけどキッチンで料理してるとそこからねガスを感じてるのか CO2 を感じてるのかすごいねここで空気まあ空気質レベルを感知してこうガーってかなりね回してくれるのですごい ね。その辺のパワフルさ、安心感がありましたね。で、あとはね。窓開けててもそんなにね。花粉がすごい気になるっていう感じもなかったですね。まあ、これは実際に。まあ個人差もあると思うし。いやいや気になるよ。っていう人もね。もしかしたらいるかもしれないんですけど、まあ、明らかにね。何もつけないよりは、その花粉的なところとかは軽減されてるのかな？っていう感じが体感ですけどしましたね。 はい。いい点二つ目としては、やっぱりね、まあ、コンパクトというか、こ結構軽いんですよね。結構軽くて、いろんなところに持ち出しやすいところですね。これ、見た目は結構重そうに見えると思うんですけど、意外とね、4キロぐらいしかないんですよね。まあ、本当に僕が普段使ってるゲーミングノート PC ぐらいの重さなんですけど、まあ、基本ね、リビングに置いといて、例えば寝室とかで子供がバッタバッタ、なんかトランポリンみたいなのやり出したら、ちょっとね、まあ、埃が気になるっていうので、これを リビングの方に持ち出してみたりあとまあ割とね僕の好きな使い方なんですけどまキッチンでね肉を焼くじゃないですか肉とか魚焼く時ってすごいねにいがまあリビングの方に行って次の日もねうわ料理の匂いみたいな感じがありがちなんですけど。 料理の煙を吸い取って浄化してくれるので換気扇だけで取りきれなかったリビングに流れる匂いもこれで抑えてくれる感があるんですけど、まあ、そういう時にこの空気清浄機リビングから持ち出して使いやすいっていうところが、まあ、個人的には結構この軽さのメリットかなと思います。はい、でいいなと思ったところ3つ目としてはチャイルドロックが備わってるっていうところですね。まあ、僕が、ね、普段使ってる 空気清浄機はあのチャイルドロックがないんで結構ね子供とかがこうガーってボタンを押しちゃってなんかもう電源がいつの間にか切れてるみたいなことがあるんですけどこれはねチャイルドロックこの真ん中のボタンを3秒間とか押すとちゃんとねロックしてくれるのでこの辺結構いたずら盛りの小さい子がいる家庭でも安心かなと思います。はいいいところもあれば物にはちょっと気になるところもあるというところでぜひね改善してほしいポイントを紹介していこうと思います。まず一つ目としてはこの上の 部分ですね、この上の空気を排出する部分がここメッシュとかじゃなくて若干こう放射線状になってるんですよねなのでここ結構あ隙間が空いてるから子供とかがねあの小さいシールとか紙切れみたいなおもちゃとかを差し込もうと思えば差し込めちゃうで中のねモーターというか扇風機部分に絡まっちゃうみたいな心配がちょっとあってそこがね実際にヒヤヒヤした部分何回かあったのでちょっとねまあここは是非メッシュ状みたいな な感じで改善してくれると嬉しいなってところですね。まあ、子供がいない家庭とかだったらそんなにね。気にならないデザインかなと思うんですけど、まあその辺はちょっとね。こういうデザインとかあんまりこう物が入りづらい形状だったら嬉しいなっていうところはあります。でまあ、気になるところ、2つ目としてはアプリのね。設定がちょっとやや難しかったですね。何回かちょっと苦戦したんですけど、例えばね。まあ、最初の設定で位置情報をまあ許可するにしないと。あの。 一回ねそのルーターと接続してパスワード入れた後にまたこれにね w i f i で接続してそこからまた戻ってくるみたいな何回かこう戻ったり行ったりみたいなのがあったのでそこがちょっともう少しスムーズになると嬉しいかなと感じました例えばね独自のアプリケーションがあるんでそれと連携して、まあ、Google Home なり Alexa なりとかとね連携してくれるともう少しスムーズで使いやすいかなっていう感じがしますね まあ実際にね、使ってみて感じたところはこんな感じですね。まあ基本的に本当にね、基本性能が高くてコストパフォーマンスのいい空気清浄機っていう印象なので、まあ普通にね、家庭用としてはもちろん、例えばまあ家庭の子供部屋とか、まあリビングというより、まあ玄関に置いとくとか、ベランダに近いところに置いとくとか、二代目的な用途でも結構ね、いいかもしれないですね、コスパ的に。で、あと、まあ30畳までのかなり広い空間まで対応しているので、例えばね、 まあ、10人ぐらいのスタートアップとか小規模なねオフィスルームとかでもまあ結構シンプルだし目立たず使えるのかなっていう気がしますはいというわけで今回の動画はこれで終わりにしようと思いますまあ空気清浄機全部入りじゃなくてもいいから基本性能がしっかりしていて高コスパなものが欲しいっていう人は是非ねこのエイサーピュアプロ考えてみてください白いね筐体で結構リビングとかにも馴染むと思いますはいじゃあそんな感じですかねまあこの動画気に入っていただけた方是非いいねボタン チャンネル登録お願いしますそれでは次の動画でお会いしましょうトバラゴでした